皆さんこんにちは、ペソでございます。三国志2の12回目ですね。続きやっていきたいと思います。劉表のね、本陣に今曹操と共同作戦で攻めてるんですけどね。はい、ここ西郷さんですね。これで動かしやすくなりますね。あ、ちょっと待てよ、一斉っていけんの？あ、いけるいけるいける。あ、しまった、観光さんこっちだった。あー、なるほどね。動かせなくなっちゃったので、よいしょ、こんな感じでいいか。お、炎鵬さん捕らえた。ちょっと下から回しましょうか。あら、通常移動よいしょ。はい、関数さん捉えましたね。あー、なるほどね。金星さん死ぬんじゃないかな。あー、そっかそっか、詰まってるか、移動できないね。ほい。これで劉表さん囲めたから、あー、劉貴さんね。囲ってきますよね。あー、カイドウさん捕まった。あれ？軍資金、あ、そっかそっか。おい、内容してましたからね。で、続きですね。あー、どうしようかな。お父さん突っ込んじゃった。しよっか。いや、カオンいるから置いときましょう。待機。おお、金銭さん取られたね。死んじゃうよ、そんなことしたら。あら、空振りか。
よいしょ、もうちょいですね。まあさすが日本人ちょっと硬いですけどね。もういけそうですね、このターンで。はい、これでいったでしょう。あ、なんとかうまくね、勝つことができましたね。まず大井さん、はいか、はい。カキさんも配下、闘技さんも配下、教師さん、教師さんが意外と低いですね。で、細胞さんもちろん配下、で、エンフさんも配下、カンスさんも配下、金銭さん配下、リュウキさん配下、はい。さあこれでね、劉備さん倒したので、劉備本体は食を目指してね、精進していくような感じで考えてます。そうですね、まあそれぐらいは仕方ないかな。ちょっとね、お金つくとかないといけないので、なんぼいこう、3万9000で1000なんですよね、金が。で、7万8000、11万7000か、11万7000で3000になるんで、あーっていうか書にいないし、あ、そうかそうか、攻めた後なのでね、そういうことか。どうしようかな、ここね。まあとりあえず、おい、でここですね、チョウンさんとこ、まあそこそこ米とかも入ってきてますね。で、中性度が悪いのが、総中さんか、総中さんの中精度をまず次上げましょうか。総中さん7番、はい。で、武装度等はいけてるので、開発ですよね。で、土地価値90で、治水も。まあ5ずつでもいいんでね、開けとけば、まあこれぐらいまで開けときましょうか。はい。で、長都さんのとこですね。
まず中世度からですね。長安さん、長期さんね。で、民にもね、民中もちょっと上げときたいので、5000ぐらい。よいしょ。って感じですね。ちょっと米売りは来月の相場見てからにしましょうか。あと、まあ、順番的にいけば曹操に攻められる前にちょっと軍備固めといてって感じですよね。31国に攻める準備ですよね。ただここはバックサポートにするので、まあそんなに訓練もできている状態ですからね。米がね、今売れればもうちょっと先々考えれるんですけどね。まあもうとりあえず40代前半ですよね。で、問題はここですね。入ってきてる米の量がそんな多くないんですよね。お、ザイヤいるよ。最長さんか。どうしようかな。やっととこか、頭数でね。はい、はい、OK。 あんまり上がらないね、中精度が。
そうね、また次の月、改良さんで82か。ここはそうか、加工房さんとか。ちょっとね、お米売っちゃいましょう。3000ぐらい欲しいんで、共有さんで、特産27、117,000。ですよね。まあ来月ぐらいに劉備さん本陣移動させてもいいかなとは思うんですけどね。よいしょ。はい、趙雲さんのとこですね。なんとかなる前にね、攻めときたいんですけどね。うん、商人が
まず土地価値最大にしといて、でそっからですよね、治水、金がなくなってきましたね。はい、次、カムさんのとこですね。じゃあちょっと早いですけどね、今回ここまでにさせていただきます。三国室12回目でした。ではまた、さよなら。